どうも、ミネです。今回はこの虫かばねをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。早速やっていきましょうか。本当に怖いホラーを目指して作られているそうです。え？おや？どうしたんですか？え？あの時のことをもう一度話すと？まあいいでしょう。どうせずっと暇ですからね。その前に先生、運命って信じますか？いえ、大意はないんです。ただちょっと知りたくなったので。しおり挟んどこうか。運命、皆さんはどうですかね？私は信じません。そうですか。さて話を始めましょうか。私は昔小さな村に住んでいました。人口150人足らずの年寄りばかりの村です。その村で実家は百姓仕事の傍ら民宿を営んでいましたが、私はその手伝いをしていました。生まれつき体が弱かったこともあって、村を出ていくわけにもいかなかったのです。いえば大きな蔵がある旧家で、柱は年季が入って黒光りしていました。夏の暑い日のこと、その日は本当に暑くて、まさにうだるような暑さとはこういうのを言うんだなと思ったほどです。その日若い男の人たちが3人来て、はい、大体大学生ぐらいだったと思います。意外と多いんですよ。観光地からは少し遠くても安ければいいっていう人。ああ、俺もその立ちかもしれないな。旅行とか行くときはそういう感じで選んでるよ。特に若い人はそうですね。うん、はい、わかりました。その話はそれくらいにしておきましょう。その若い人たちが来たのは夕方でしたが、それでも暑さのせいか不機嫌な顔つきでしたね。今思えばその不機嫌がいけなかったのでしょうか。いえ、それでも初めのうちは良かったんです。態度も落ち着いていて優しげで。問題は夜中になってからでした。アルコールが入ってから本当にひどくて、暴れたり罵倒したり、しまいには止めに入って私を突き飛ばして、あんな連中死んでしまえばいいって本気で思いました。でも後になってみるとそれすら序の口だったんです。本当の問題はあの人たちが鍵を壊して勝手に蔵に入ってしまったことでした。私はそれを腫れ上がった顔で遠くから見ていました。ええ、殴られましたよ。それも1回や2回じゃなくて、中でもその中の背の高い人が本当にひどくて、私は怯えているしかできなかったんです。止めようにも止められなかったんです。3人が蔵に入ってからしばらくして、ガシャンと何かが割れる音が聞こえました。ああ、やったな。私は蔵の方をぼんやりと見ていました。他の家族、母はこういう時決まっていません。祖父はいつも早く寝てしまうし、父も用事があると言ってその日は家にいなくて、どちらにしろそういう人たちの相手は私がさせられているんですよ。その人たちはその後みんな青ざめた顔をして蔵から出てきました。そしてそのまま車に乗って出て行ってしまいました。それからようやく父が帰ってきました。すぐさま蔵に入って行って出てくるなり、バカと怒鳴りながら私の顔を平手で打ちました。私には何も分かりませんでした。どうしてこんなひどい目にあって、どうしてまた殴られているのかと。その時には何も分かりませんでした。この時になってやっと母がどこからともなく現れて、曖昧な笑みを浮かべていました。父は憔悴しきった顔でどっかへ行ってしまいました。私は何が起きたのか自分の目で確かめようとのろのろと蔵の中に入っていきました。中には酒の匂いと割れた壺があって、その壺のかけらに朱色で一文字「子」と記してありました。中には酒が満たしてあったようで、周りに随分飛び散っていました。濡れた筋が幾畳にもわたって外に向かって伸びていました。その時それが何かが這い出た跡だと気づいていれば話は違ったのでしょうか。しかし
それに気づくよりも先に蔵の外が妙に明るいことに気がつきました。外を見ると父が鬼のような形相でポリタンクに入った灯油を撒きながら火をつけていました。父は蔵ごと焼いてしまおうとしていたのです。私は慌てて飛び出しました。すると父は私に向かって裸になれと言ったんです。私は父が気が狂ったのだと思いました。私が呆然としていると父は無理やり服を剥ぎ取ってから母に懐中電灯を持ってこさせました。はい、全部です。その時はとても正気とは思いませんでした。でも父は懐中電灯で何をしたと思いますか？裸になった私の体と脱がせた服、あと周囲の地面まで懐中電灯で照らして舐めるように見ていたんです。一通り見終わるともういいと言って服を投げるようによこして、私は服を抱えて家に駆け込みました。そしたら寝ていたはずの祖父が起きてきて、うつろな目をしてこちらを見ていました。私は柱の陰に身を隠しましたが、祖父はもともと何も見えていなかったようでした。それから言ったんです。あかん、手遅れやろなって。それから誰かが呼んだ消防車によってその火事は蔵が全焼しただけで終わりました。父は本当のことを言いませんでした。その後私にもその夜のことを言ってはならないと口止めしました。あの客は車ごと崖下に転落し炎上、飲酒運転によるハンドル操作ミスと聞きました。それから父は自分の部屋にこもるようになりました。母はその3日後出て行ったっきり帰ってきませんでした。祖父は考え事をしたり突然小刀を研ぎ出したり、心ここにあらずといった様子でした。私はとりあえず食事を3人分作ると自分の分だけ部屋に持っていて食べるようにしていました。台所の目につくところに置いておけば2人とも食べるだろうし、家の中全体が重苦しい気がして聞くに聞けなかったのです。たとえ真実を聞いたところで何ができたでしょうか。それでも用意した食事が減っていることから一応食べてはいるようでした。ほとんど残っていましたが、6日目になってさすがに食材が少なくなってきたので少し遠出して買い出しに出かけました。帰ってくると奇妙な匂いが立ち込めていました。匂いの元をたどると庭に出ました。そこにあったんです。黒焦げの猫の死体が。私はビニール袋を縁側に置いてそれに近づいてみました。また父が焼いたのでしょう。かなり焦げて表面はかなり焦げていましたが形はとどめていて、あれって素人が焼くのでは火葬のようには骨だけにならないんですね。ああ、火の調節とか結構難しいらしいね。火力が強すぎても弱すぎてもダメって聞くね。はい、祖母の火葬を見たことがあるので、とにかくもうあかん、しまいや。背後から声がしてビニール袋を置いたそばに祖父が立っていました。私はとうとう尋ねました。あの晩のこと、この焼けた死体のこと。すいません、ちょっとお水もらえませんか？そうです、少し気分が悪くなって。いえ大丈夫です。けど結局祖父は何も教えてくれなかったんです。ただむやみに虫を触るな、自分はしばらく家を空けるからって、それだけでした。本当にそれだけ。私はこの虫というのが妙に引っかかったのですが、その日の深夜、祖父が出ていくまでに聞くことができませんでした。本当はもう何もかも手遅れだったんです。それが分かっていながら祖父は止めようと出て行ったんです。私も本来ならそこで無理にでも聞いておくべきだった。でもそうしなかったんです。すいません、ちょっと感傷に浸りすぎでしたね。もう昔のことなのに。いえ、いいんです。最後まで話させてください。とにかく、その後、祖父の姿を見ることはありませんでした。避難してどっかで無事でいるのか、それとも
自らも餌になってしまったのか。餌？ああ、餌のことですか？これから話しますよ。そして、奇妙なことに、父は祖父の見送りに出てこなかったんです。ほう。襖の向こう側から小さな声でも、確かに返事はあったのですが、私は急に不安になって、次の日に父の姉であるおばの家を訪ねました。同じ村の中なので、すぐに歩いて行ける距離だったのと、おばなら何か知っているかもしれないと思ったからです。よく考えてみれば、父に、襖越しにでも聞けばよかったのですが、とにかく慌てるあまり朝食の準備もせずに、おばの家に向かったんです。私はおばの家に着くと、玄関を少し開けて、おばを呼びました。けれど、返事はありませんでした。私は何度か呼んでみてから、靴を脱ぐと勝手に上がりました。悪いとは思いましたが、おばはだいぶ前から心臓の調子が悪く、何分年寄りばかりの村なので、知らないうちに隣近所の人間が死んでいたというのをよく聞かされていたからです。もっとも、おばはそれほど高齢でもないのですが、私はおばの名を呼びながら家の中に入っていきました。おばの家はそんなに広くもないのですが、それでも妙に静かで、薄暗いのは不気味でした。実家の状況から来る不安が、それに拍車をかけていたのかもしれません。私は、おばを探しながら部屋を巡り、とうとう、床の間の襖の前に立つと、思わず、一気に襖を開け放ちました。おばは、布団の中にいました。もう、真っ昼間なのに、寝ていたのです。私はなんだか嬉しくなって駆け寄りました。しかし、反応が全くありません。首をこちらに向けるでもなく、まぶたさえも開かなかったんです。私は、床の中で年寄りが眠るように死んでいたという話を思い出して不安になりました。しゃがみ込んで間近で声をかけようとしたのですが、ちょうどその時でした。ぼとり、そんな音がして目の前に何かが落ちてきました。何か、毒々しい、黄緑色の、大きな毛の塊のような。私はすぐにそれが何かわかりませんでした。大きさは、だいたい私の人差し指を一回り大きくしたような。そう、そんな形です。いきなりそれが落ちて怖いな。もぞもぞと、うわ、気持ち悪い。それが震えるように小刻みに動いたとき、私はそれがようやく、毛虫だと気づいたのです。家の中に毛虫は嫌だな。私は思わず立ち上がって後ろに飛びのいて、バカらしいですか？たかが毛虫ぐらいで。でもその毛虫は毛の緑色もそうですが、とても毒々しくて、いや、まがまがしいといった感じでした。だから思わず、毛虫はおばの寝ている布団の上を通ってまっすぐにこちらに向かってきたんです。襲いかかるように。私はますます怖くなって、飛びのいて柱に背中を打ちつけました。すると、ポタポタと天井から次々に落ちてきて何十匹も、それまでに気づかなかったんですが、天井はそれに覆われていたんです。それだけでなく、おばの布団の中からも這い出してきました。うわ、きつ。うぞうぞと何百匹も。天井からも、おばの布団の中からも、うぞ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 と、どんどん近づいてきたんです。その様子を見て、おばはこいつらに殺されたんだと確信しました。方法はわかりませんでしたが、本能的に悟ったんです。私は悲鳴を上げながら、よたよたと足を動かして、玄関に向かいました。けれど、その時、気づいたんです。自分の間違いに。おばは、生きていたんです。おばは、私が悲鳴を上げて、部屋から逃げようとした瞬間、目を見開いと言いました。わかりますよね。まだ生きていたんです。目だけを動かして、祈るような目で私を見ていました。何を伝えたかったのか、今ではわかりません。ただ、今でもあの目は忘れられないんです。私は、おばの家を泣きながら後にしました。大声で泣きわめいていましたが、他人の目を気にする余裕はありませんでした。もっとも、この小さな村で、
昼間の道を歩いていて誰とも会わないことが今思えば妙だったのですが、私はふとおかしなことに気がつきました。左足の先の方の感覚がなかったんです。気がついた時には片足を引きずっていて、すぐに動かなくなりました。私は焼けるように熱い、舗装道路からそれて脇の草むらに座り込むと足を調べてみました。太もも、ふくらはぎ、すね。最後に靴を脱いでみたとき、原因に気づきました。靴の中に潰れたあの毛虫が入っていたんです。うわぁ。潰れた毛虫から出た毛がらしい汁は鮮やかな紅色が混ざっていて、それは間違いなく人間の血だと思いました。靴下まで脱いで足を調べてみると、足に黄緑色の毛が刺さっていたんです。知っていますよね、毛虫の毛に毒があること。普通ならかぶれる程度ですが、その毛虫の毛には動物に麻酔のような効果があるようなんです。私はハンカチで包んだ手でその毛を全部抜きました。抜いている間にも刺さっていた部分が赤く腫れ上がってくるような気がしました。私は毛を全部抜き終わるとしばらくその場でじっとしていました。その間、あの虫について考えていました。あの虫は人間を毒で麻痺させて生きたまま血を吸うのだと。そして父が恐れていたあの壺の中身、祖父が言っていた虫とはこれのことなのだと。そう考えると、すべてつじつまが合うような気がしました。蔵ごと焼き払おうとしたのも、裸になって調べたのも、どうやらこの虫は神経を麻痺させる類のものなので、服の中に潜り込んでいても本人ははっきりと感覚がなくなるまで異常に気づかないことがあるようなんです。実際私は靴の中の違和感に全く気づいていなかったんです。そこでやっと、どうして今日は誰にも会わないのかという疑問を感じ始めました。あれだけ派手に泣きわめいていれば誰か出てきてくれてもいいのではないかと。田舎なら特にね。そうです、最悪の事態はもう起きていたんです。はい、先生がご想像の通りです。確認こそできませんでしたが、間違いないと思います。私は左足の靴をその場に捨てるとまた歩き出しました。いえ、完全に動くようになったわけではないんです。毒が弱まってきた気がしたんです。途中、知人の家の軒先で草履を拝借してそれに履き替えました。すでに知人の家はいくら呼んでも返事はありませんでした。気のせいかもしれませんが、目を凝らすと薄暗い室内に何かがうごめいているように見えました。私は慌ててその場から離れ歩き続けました。うぞうぞ、うぞうぞ、そんな音がいつまでも頭に響いている気がして、生きた心地がしませんでした。私にはこの事態をどうすればいいのか全くわかりませんでした。ただ父なら何か知っているのではないかと淡い期待を持って進むだけでした。よく見れば人間だけでなく動物も死んで、いや、生きたまま餌にされているようでした。田んぼのあぜ道の上でイタチがそれに覆われていたんです。隙間からかろうじて何か判別できる程度にびっしりと。もちろんそのイタチは動きませんでした。脇を通ろうとするとへばりついていた中から何匹かがこちらに向かってくるような気がしました。私は早足になって左足を引きずりながらですが通り過ぎました。それでもまだ終わりではありませんでした。なんでそういうのを封印してたんやろな。殺してもよかったんちゃうんと思うけどな、潰れるんやったら。路上にも時折うぞうぞとうごめいているあの虫が落ちていて、私を見つけるとまっすぐこちらに向かってきて、その虫は気のせいか獲物を見つけて喜んでいるように見えました。虫に表情なんてないし、単にうごめいているのが喜んで小躍りしているかのように見えただけだと思うのですが、私はようやく家にたどり着くと大声で父を呼びました。返事はありませんでした。今度は土足のまま上がって父の部屋の襖の前で呼ぶと、やっと小さな声で
返事がありました。でもすぐに開けるなと言われました。それは弱々しい声には不釣り合いなほどの強い口調でした。そうです、先生のお察しの通りです。けれど私はその時になってもまだそこまで考えが至らなかったのです。いや、本当は分かっていたんでしょうが認めたくなかったのです。私はあの虫のことを問い詰めました。父は今度は隠すことなく答えてくれました。おそらく最初から全部話す気だったのでしょう。それで分かったのですが、私の家は代々人を呪い殺すことを生業としていたらしいのです。もっともそれは昔の話で、自分はそんなことはしていないと強く否定していましたが、今思えば父が用事で家を開けるときどこへ行くのか教えてくれたことはなかった気がします。とにかくあの虫は逃がしてしまうと取り返しのつかないことになるから、酒につけて毒の成分だけを抽出して使っていたらしいです。ああ、なるほどね。本来あの虫自体も呪いに用いられるものらしいのですが、単位生殖で寝て鬼、つまり幼虫の形態のまま成虫になるので、あの毛虫が爆発的に増えてしまうから危険だとして、実際に使われたとは聞いたことがないそうです。そもそもあの虫は呪い云々というより古代の生物兵器ではないかというのが父の意見でした。私はあの虫をどうにかする方法がないか父に尋ねました。父は簡単に答えました。餌が尽きれば死ぬだろうって。父に言わせれば、この事件が起きたのがこの偏僻な村だったのが不幸中の幸いだと。もし都市部の人が密集したところだったら、国が滅ぶほどの生物災害になっていたはずだそうです。しかしこの時の私にとって不幸中の幸いと言われるのは腹立たしかっただけでした。そして怒りに負けて私はとうとう襖を開け放ってしまったんです。ひどいですよね。私はこの状況で助けるわけでもなく、心配してでもなく、ただ怒りに任せて父への扉を開いたんです。父の部屋の惨状は想像をはるかに超えていました。いっぱいいたんです。壁も畳も天井も。父は体中で唯一覆われていない顔の部分だけで喋っていたんです。奇妙に盛り上がったシャツにはあの毛虫が山ほど入っているようでした。それが襖の開けられた気配を察して、ボタボタとシャツの袖から落ちてきたんです。それだけでなく、壁も天井も一斉に向かってきました。まるでそれが一つの大きな生物みたいにうぞうぞとうごめきながら迫ってきたんです。父は早く閉めろと弱々しい声で叫んでいました。私はためらいつつもすぐに襖を閉めてしまったんです。悪い人間ですね。私はおそらく父は火事が収まった時にはあの虫にいられていたんだと思います。だから自分の部屋から動けなくて、台所の食事が減っていたのも祖父が食べていたんでしょう。私は襖を閉めた後もその場に座り込んで動けませんでした。襖の向こうでは新しい獲物を求めてか、あれが動いている気配がありました。時折襖が揺れて、このままでは力ずくで破ってくるんじゃないかと思ったのですが、それでも動けなかったんです。途方に暮れていました。自分にはどうすることもできないと。襖の揺れが一段と大きくなってきた時、父が懸命に何かを言おうとしているのが聞こえました。川を。聞こえたのはそこまでだったんですが、川を越えろと言っているのだと分かりました。成虫になっても羽がないあの虫は川を越えられないんです。それと同時に襖がこちらに倒れて飛び散ったんです。あの虫が何匹かは私の髪や服について必死で叩き落としました。後で手が動かなくなるかもしれないと思ったのですが、そんなことを気にしている余裕はなかったんです。そのうち一匹は袖口からシャツの中に潜り込もうとしていました。
私はそれを懸命に引きずり出して畳に叩きつけました。汁が染み出て赤い、きっと父の血だったんでしょう。私は立ち上がると震える足をよたよたと動かしながら逃げ出しました。あの虫がどんどん迫ってくる気がしたんです。実際にはそんなに早く動けるはずがないのに。少し足が動くようになった私は川に向かって走り出しました。途中で追いつかれないか心配になって、さっきも言いましたがそんなことあるはずないんですが、何度も振り返りました。一番近い川は家の裏手にある谷川で、距離は50メートルもありません。すぐそこに駆け寄ると落ちてきたんです、上から。川沿いには木々の枝が張り出しているところがあって、そこからボタボタと落ちてきたんです。今度はどうすることもできず、私は頭から毛虫のシャワーをかぶりました。うわ叩き落とすことにも数が大きすぎました。中には体中にまとわりつかれ、さらに足から這い上がってくる。どうしようもなくて、まだ動くうちにと思い切って川へと自ら落ちました。その時は体が麻痺した状態で急な流水の中に落ちればどうなるかなんて全く考えていませんでした。いえ、考えていたとしても他に選択肢はなかったんです。さて、私の話はこれでおしまいです。え、その後？さあ、実はここに来るまでのことはよく覚えていないんです。気がついたらここにいたという感じで。違います、幻覚でも嘘でもありません。全部本当にあったことなんです。え、父がまだ生きている？嘘でしょ。またそんな根も葉もない嘘を言うんですか。私のいた村が存在しないとか、私の家族は普通に生きてるとか、あなたはいつも嘘ばかりじゃないですか。違います、私の父は優しい人です。そんなひどいこと私にするはずがないじゃないですか。もういい加減にしてください。私の記憶は偽物だとか虐待がどうとか、そんなこと言っていつまで私を騙す気ですか。私は正気です。だから薬なんていりません。あ、ちょっと何、人呼んでるんですか。また私を押さえつけて鎮静剤でも注射する気ですか。やめてください、私は正気です。私は本当のことを。エンド A、 妄想の、なんて読むんだ。もう一つのエンディング見てみましょうか。次は信じるを選んでみましょうか。そうですか。さて、話を始めましょうか。これは一緒かな。これどうだろう、未読まで進むってやったらどこに行くんだろう。ああ、そういえば一つ言い忘れていたことがありました。私、赤ちゃんを連れてきているんです。可愛い可愛い赤ちゃんを。嘘じゃありません、だって先生の子ですもの。信じられないんですか。まだお忘れですか、それともとぼけているだけですか。あの村で自分がしたことをそろそろ思い出したらどうです。そう、あなたは私を夢中になっていた。え、私は私を夢中になっていたぶっていたんでしょ。宿帳に名前が残っていたから調べられたんですよ。帰りの、いえ、逃げようとしての自動車事故。あれも運転していた人があの虫の毒で体の自由が効かなくなったんですよね。それで崖下に落ちて動けない二人を見捨てて自分だけ逃げて、違う、一度逃げたあなたが何て言って何を言ってるんですか。ねえ先生、あなたが死なないことには呪いは終わらないんですよ。村中みんな殺し、皆殺しにして知人二人を殺してまだ生きたいんですか。自分は死ぬべき人間だとそう思いませんか。報いを受けるべきだとそう思いませんか。ええ、そうですよ。何も人間の赤ちゃんだとは一言も言ってませんよ。あなたが解き放ったあの怪物の赤ちゃん、生まれたばかりの小さな幼虫、
いっぱいいっぱい連れてきたんですよ。何？そんなことできるはずがない。確かに私はここから出られませんが、他の人に頼めばいいだけですよ。もうお忘れですか？私の一族が何であるか。親戚は見舞いに来ていたでしょ。私がこのことを話すと好きなようにすればいいって。逃げてもいいんですよ。代わりにこの病院の動けない患者が犠牲になるだけですから。もっともさっきもお話しした通り、都市部で繁殖してしまったらもう終わりでしょうね。私を止めるんですか？勝手ですね。自分は私にあんなひどいことをしておいて。でももう手遅れですよ。すでにこの病院内に撒いてしまいましたからね。ねえ、いいことを教えてあげましょう。か？あの虫は狭いところに潜り込もうとするから、まず衣服の中から覆われていって、顔は最後になるんですって。よかったですね。ちゃんと泣き叫んで死んでいけることが分かって。破滅の眉。一応これで両エンド見た感じですね。あれだね、両方見ないとちゃんとどっちが本当なんだろうね。どっちもどっちで、でもあれだな、 A の方の全てが妄想だったみたいな、そっちの方が被害は少ないよね。ぜひそっちで会ってほしいもんだね。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また別の機会にお会いできればなと思います。